さっき斜めのところでカートからバッグが落ちて折れちゃいました。パキーン。はい、チュンです。すごい声が響いてるんですけども、今日はですね、この間皆さんの私のドライバーが海外でニューカレドニアで折れてしまったという動画をご覧になったと思うんですけれども、新しいドライバーを探すという旅企画に来ております。ゴルフのギア、クラブの研究所、スーパーマニアックな研究所になんとですねご招待いただいたので、私に合ったクラブを探してくれるというので早速お邪魔していきたいと思います。行きます。コンコン。こんにちは。こんにちは。はじめまして。ドライバーを見てくださるつつさんです。よろしくお願いします。ここは何がどうマニアなのか。そうですね、これを見ていただくと分かるんですけど、はい、ちょっとこうカメラ上に幽霊みたい。幽霊覚えてます。これは何をやってるかというと、上の部分ですね、空間の上の部分に8台のカメラを用意しています。はい、これでショットの時のクラブの動きを見て、どのようにスイングしていたのか、クラブデータというのをすごく重要視してまして、はい、テストクラブをちょっと用意してるんですけども、はい、これだけシャフトがぐにゃぐにゃに柔らかい、実際に振ってもらって、はい、その方の、まあ、クラブの好みっていうんですかね、うん、振り方が分かると。どこが柔らかくてどこが硬いのかっていうデータを、何千本っていうデータがあります。例えば人気のゼクシオ10のシャフトってどんなシャフトとか、先が柔らかいです、いや途中が硬くて、手元が柔らかいですとか、それだけ聞いてるとちょっとマニアックになっちゃって、どんな感じなのかなと思います。まあ、細かく調べてるのが、まあここの PCM なんですね。これちょっと測ってみたいと思います。はい、じゃあちょっと測りました。はい、打ってみてください。お願いします。おお。何をですか。画面を見てください。これがシャフトの動きです。スタートからですね、ヘッドが遅れていきます。ヘッド遅れてます。シャフトがいっぱいしなってます。はい、そこから、なるほどなるほど、はい、どん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 動いていきます。ここから元のクラブの状態に戻って、今度はヘッドの重みで逆にまたしなりが増えてきます。はい、からのここで十分にしなった状態から、今ここの部分ですね、はい、手元が動き出すと、はい、皆さんが動画で自分でスイングをチェックするときは、まあ、こんな形が多いと思うんですけど、うん、まあ、いわゆる、トップの形っていうと、うん、フェースが、まあ、45度よりもちょっと上を向くタイプなので、いわゆる、今時のボールが割と捕まるスイング、大型ヘッドとかモデルが変わってもあんまり好き嫌いが出ないタイプ、うん、綺麗なスイングプレーだと思います。うん、ここからどんどんダウンスイングしていきます。後ろから見ていても、機動的な問題はないと。でまたちょっと角度変えますね。この辺がですね、実は出るんですけど、振り上げた時にシャフトが一番大きくしなってます。はい、でそこからどんどんシャフトのしなりって戻ってきてるんですね、少しずつ。どちらかというと、女性の中ではちょっと少ないタイプで、はい、シャフトのしなりをキープしたまま、ダウンスイング、まあ、これからボールを打つ動作に、うん、グリップがここで動いてますね。この動作に入れる方というのは、実際の飛距離とか、はい、ヘッドスピードよりもちょっと硬いシャフトの方が好きな人が多いですね、うんうんうん、全般的に。この辺りの、シャフトはそれほど柔らかいよりは、うん、ちょっとしっかりしてた方が、うん、自分でボールを打つタイミングが取りやすいと、うんうんうん、アスリート的なスイング、うんうん、まあ、実際に、スイングの形を見てもしっかり、まあ、よく言うタメができてる形ですね、うんうん、ただあとはクラブが長すぎたり、ヘッドが重すぎたりするとここから今この柔らかいシャフトだとしなり戻りがあってインパクトしてくれてます。はい、これがないと自分の思ったようにまっすぐ当たってくれなくなっちゃうわけです。あ、今ここで、約3度フェースが閉じてますと、まあ、柔らかいシャフトなので、これは閉じ具合はちょっと大きめでも全然構わないですね、うん、シャフトの先の部分が硬くなりすぎちゃうと、うん、このまま振り遅れてまっすぐ右に行く、ショットがちょっと出やすいんじゃないかというところで、クラブでいうと、グリップの近いところはちょっと硬め、
だけどヘッドに近いところはちょっとシャフトの動きが大きめな方が、おそらく合うんじゃないかなと、いうドライバーをちょっと試打してもらいましょうと、はい、弾道測定もしながら、はい、今の飛距離よりも飛んで、うん、しかも振ってる青木さん自身が振りやすいと思う、はい、まあ、両方の部分ですね、うんうん、大体どっちかに偏りやすいんですけど、はい、その両方をちょっとデータで、見比べてみたいと思います。このクラブはどこのクラブなんですか？これはですね、はい、千葉の千葉、いわゆるジクラブ、うん、まあ、カスタムクラブのジオテックゴルフというところが、はい、まあ、これからもう発売するかなどうかなぐらいというレアスっていうものですね。レアスっていう、ブランドです。これはですね、ヘッドもシャフトも、それぞれ別々になっているので、はい、12.5 ですけども、他にも 13.5 とかですね、まあ、細かく、選べると 11.5、はい、レディースのブランドでこれだけ細かく分かれているものは少ないんですね。でシャフトも、まあ、通常だったら L とか A とか、まあ、あっても2種類ぐらいですけど、ユニゼロからですね、カスタムがあったりとかですね、だからいろいろシャフトも用意してます。はい、まず基準のですね、まあ、L に近いですかね、うん、まあ、柔らかめからちょっと試していただいて、強い、まあ、青木さんのミッショットでかなり近いというか、それでも170ヤード飛んでるんで、まあ、女性の中では、まあ、相当飛ぶ方じゃ、OK です。柔らかいんで、シャフトを変えましょう、はい、ボールがちゃんとご自分で上がる人なので、うん、もっと減らしましょうと、はい、もっと低くすることによって、飛ばしますと。でシャフトもですね、ちょっとしっかりしたもの、三菱ケミカルっていう、まあ、三菱レイ、シャフトって見たことあると思うんですけど、はい、その吹雪ですね、多分さっきよりも振りやすいというか、そうですね、まあ、打ち出し角度、まあ、どれぐらいの角度でボールが、上がったのかというのが、うんうんうん、まあ、さっきクラブの当てる面をちょっと立てましたと、はい、その分だけ低くなって、はい、前に飛ぶ力が増したので、うんうん、飛距離もちょっと伸びてると、はい、ただ傾向としてはこれがまあバックスピンですね、はい、数字が少なすぎても今度はボールが早く落ちてしまうので、まあコースでいうと池越えとか谷越えとかがちょっと怖くなりますと。悪くはないんですけど、もうちょっとだけシャフトの先が少ししなるシャフトの方がいいかなと。先ほど 11.5 の時にまあおおよそ打ち出し角がまあ14度15度ぐらいあったんですね。ドライバーの場合はティーアップしてるので、クラブに書いてあるロフトよりもちょっと大きい数字で出てくれた方がいいですし、もともとのその高さがある程度ないと飛距離につながらないので、ロフトでいうとやっぱり 11.5 度もしくは 12.5 度ぐらいにしましょう、はい、ただですね、先ほども言ったようにちょっとアスリートスイングなんで、はい、硬さはほぼほぼメンズに近い方が、はい、まあ、ヘッドスピードもそうですけど、はい、なんでちょっと別のシャフト試打用にクラブ今用意しておきましたので、はいはい、それをちょっと打ってもらいましょう、はい、フェアウェイウッドがドハマりするクラブがあれば、そうですね、多分劇的にプレーは変わるタイプですね。ちょうどつなぎ目のクラブが難しいんですよね。ウッドが本当にまだアイアンだったら多分残り120以内とかしか使わないんで、うん、飛ばなくてもいいやとか、うん、ゼロスでいいやとか、うん、UTT 軽く打てばいいやとかってなるんですけど、ちょっと今回なんかぜひ試していただきたい。強そう。これはですね、三宿にスタジオがあるんですけど、 TRPX っていう、まあ、シャフトだけのメーカーさん、多分今までで一番好きですね。うん、わかりました。振りやすそう、はい、これ多分一番好きだと思います。いい、すごい、めっちゃね、そんな振ってないんですよ。言ってることわかります。すごい飛んだ。これ多分重さとかもちょっとヘッドは重かったと思うんですけど、ちょっと重く感じた、はい、でまあ、いわゆる機械なので、まあ、スピン量とか、うん、まあ、打ち出し角ありますけど、うん、この辺も多分理想値ですね。へえ、まあ、打ち出し角、現実にはコースでは、まあ、ギリギリの数字よりはちょっとやっぱり上がりやすさって残しておきたいので、うんうん、これはちょっとロフトが先ほどのクラブよりも立ってます、うん、11度ぐらいなので、うんうんうん、もうちょっと先ほどのジオテックのヘッドだったら上がってくれると、うん、で一番はやっぱりこれですね、バックスピード、こことここボールスピード、ボールスピードが、かなり50の中盤、55に近いところっていうと、うん、まあほぼ男性ですね。へー、男性的。それともう一つはこのスピン量ですね、うん、上がってで、しかもランが出るっていう数字が欲しいんで、うん、ラン欲しい。これだとですね、コースでうまく慣れていけば、うん、
いわゆる吹き流しとか200とか210とか220とかあるじゃないですか、はい、あります、ね、あの並びを、並びまで行っちゃったり、このシャフトで、さっきのジオテックの 11.5 度のヘッドの組み合わせで、はい、今回はちょっと作ってですね、はい、青木さんにはぜひ試していただこうかと、はい、ちょうどここの部分が、ちょっと固めになってますよと。これなかなかないんですよね、まあ、いわゆるヘッドスピードがあったり、はい、ためが自分で作れる人じゃないとないんで、うん、でも軽いですと、うん、軽いです、シャフト自体は 40g の半ば 50g 切ってるので、うんうんうん、実は重さはレディースクラブとそれほど変わらないんですね、はい、青木さんが折ってしまった、はい、グローレーフの、元々使っているクラブ重量からそれほど変えずに今回はクラブ作りますんで、はいはい、おそらく、今他の持ってる番手との馴染み方も影響ないと思います、うんはい、ミスは右にまっすぐ左にまっすぐっていうタイプですね、うん、途中からグイューってこう曲がるタイプじゃないですか、ね、そうですね、打った瞬間からあーっていうミスはあっても、はい、よく打った瞬間に声出してますもんね、動画でも。クラブができました。レアスの 11.5 度に1個前に打った TRPX っていうシャフトを刺しました。これで打ってみたいと思います。ちょっと左に行っちゃったけど、あ、すごいすごいすごい、すごい210で、まあ方向の話しますと、はい、ちょっとドロー、はい、これを厳密に言うと、うん、いや捕まりすぎてるんじゃないかと、うんうん、あると思います、うん、ただおそらくですけど青木さんの傾向は、うん、コースに行った時の方が、はい、ちょっとこう体の回転が速くなっちゃったり、はい、目標を意識しすぎて、うん、ちょっとヘッドアップしたり、うん、右に行きやすい傾向があるので、はい、ここは逆にコース用として、許容範囲、はい、安心感と考えた方がいいと思います、うん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 、一番いいのはやっぱここですね、キャリー、97要するに190の池越えを超えてしまうっていうことですね。すごい。それとスピン量が2300っていうことは、高いボールで飛ばした後にちゃんと、ランが出ると、うん、風にも強いですよと、まあ、両方の部分があって、嫌な右のミスショットもないと、青木さんようにもうちょっと細かく見直して差し上げたいと思います。すごい。エースドライバーにしていただける。嬉しい。これすごいですよ、本当に。練習もしないですよ、一発バーンって打って210ヤード飛ぶんですもんね。感触とかどうでした？いや、いいです。あ、よかった。なんか気にならない、なんていうの、あ、当たったって感じですね。あー、感触あるんですね。パーンって感じですね。ちょっとラウンドでぜひ。そうですね、はい、ラウンドで振ってみたいです、これは。まあ今はもうボールがどんな風にこう、うん、飛んでるのか、まあ、見えてない、見えないですね、うん、数字だけの結果なので心配ではあるんですけど、多分そのまま打つ、うん、コースで打つと思います、私は。練習行かずに。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。気になる方は、研究しに来てください。すごい分かりやすかったですよ。私がいくらどんなドライバーを買ってももしかしたら合わなかったかもしれないってことですもんね。まあちょっと、女性ゴルファーの中だとレアケースだと思うんですよね。うんうん、実際ここには練習場に行って2回ぐらい行っただけの方とか、女性同士の方も多くいらっしゃいますし、全然あのゴルフの腕前、特にこのギアーズは人間も映らないですし、腕前もスコアも映らないので、よく試打するときに私はまだ100切ってないからとか、もうそういう話やめましょうと、うん、まず道具が気持ちよく使えてゴルフ場で仲間同士で楽しくやれることが大事なので、うん、そのために、ぜひ誰でもいいんで、興味のあった方は来ていただければいいかと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。とにかく楽しくなりました。はい、はい、すごい楽しみよこれ。飛ばしましょう、うん、コースで飛ばしたい、はい、ありがとうございました。ボールを切っています。はいはい、お、すごい。すごい簡単に切れてる。最後、お、切れました。ボールを切って、この中の硬さも測定したりしてるそうです。